こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。いつも北川八郎人生を変える出会いをご視聴いただいてありがとうございます。今日はですね、番組からお知らせが、あります。これまで、番組と連動して、音声プログラム、瞑想ガイダンスをリリースしてきましたが、この度ですね、続編として新たに音声セミナー、3部作を、リリースすることになりました。この3部作なんですけども、ミリオネアメンタリティ、シンクロニシティ、セレンディピティ、この3つ、これまでもね、番組でも、お料理に触れて少しお話出ましたが、まあ、僕も含めて、まあ、いろんな方から要望があってですね、一つ一つしっかり話して、話を聞きたいということで、先生にお願いして、今回3つのご講話をしていただきました。先生、まあ、今、ね、ミリオネアメンタリティ、シンクロニシティ、セレンディピティということで、1本ずつ、しっかりと先生と取らせていただきましたけど、まあ、そもそもですけど、この3つっていうのは、セットっていうふうにお話してたと思いますけど、その辺は、なぜなんでしょうか？そうですね。やっぱ、順番ですね。まず、こう、貧困意識の人が多いんですね。うん、だから、自分の中から貧しいとか、運が悪いとかいう考え方を、こう、取り除くっていうのが、ミリオネアメンタリティですね。本当は豊かなんだ。はい、才能があるんだ。うん、まあ、思いを変えると、生活には困らないんだ。裕福な生活に入っていけるっていうかね。はい、まあ、生活用の不安を取る、心のレベルをまず上げてもらうのが、今言った中ね、ミリオネアメンタリティですね、うん。で、それに気づくと、今度は不思議な出会いとシンクロが起きる、うん、起き始めるというかね、出会いと事件と、不思議なチャンスと、はい、なんか才能が目覚めたり、うん、こんな人に出会えるなんてとか、この人に出会えてよかったっていうような人と出会う。うん、で、また、出会うべく人と出会えたんだという感覚に陥ると人生変わってくるんですよね。はい、不思議な法則があるっていうことを、なんか人間だけに許された不思議な法則っていうのがあるみたいなんですよね。うん、やっぱそれはキリストも言ってるし、私も宗教的なものから、なんか神意識に目覚めると、はい、そこに至るんですね。だから、うん、まあキリストもお釈迦様も、我々をそこに導きたかったんではないかな、はい、宗教の根本にはですね、それがあるのではないかなと思います。うん、で、最後のセレンディピティなんですけども、はい、それにシンクロって出会いから、それもう一つ信じる自分の心の純粋性と動機の純粋性を高めていくと、まあ、自分は思っても見なかった出会い、才能といいますかね、はい、か展開とか、高い思念、レベルの高い思念といいますかね、うん、世の中に尽くしていける覚悟みたいなところに行けるのがセレンディピティ。こんなことが起きるんだとかいう不思議な世界があるんですよね。うん、まあその世界を説明して、ぜひ皆さんはこの生きてる間にそれを味わってほしいな。人生って面白いんだ。生きてて楽しいんだ。不思議な、なんかいろんな世界があるんだっていうことをこう、うん、まあ、知ってもらうのが私の最後の仕事だと思ってるんですよ。いやいやいや、うん、いや本当ですよ。なんかただの宗教的なとか神とかじゃなくて、まあそれぐらいはもう含めてそういう一つの法則っていうのがこの人間に与えられた気づきに、はい、人間っていう存在が気づくことができた、すごい能力とチャンスなんだっていうのをなんか伝えていきたいですね。うん。うんうん、まあ、ありがとうございます。早川くんにもそれが起きたと思うんですけれども。いや、本当ですね。そもそもシンクロ自体がね、あったからこの番組ね、始まったわけですからね。うん。うん、まあ本当に、はい。まあそういう意味で今回の、こう、ミリオネアメンタリティ、シンクロニシティ、セレンディピティ、本当に先生おっしゃったように全部、まあまあ、つながっていると思いますし、やっぱりこうね、音声で繰り返し聞けますし、本当に何て言うんでしょうね。僕も、もう今まで気づかなかったことたくさん気づかせてもらって、もうこれからもこれ本当に永久保存版だなと、まあね、いうものが出来上がっているので、ぜひですね、皆さんにも、こちら聞いていただきたいなと思います。ということで、この音声、セミナー3部作、ミリオネアメンタリティ、シンクロニシティ、セレンディピティ、ぜひ、聞いていただけたらと思います。こちらも詳しくは、概要欄をご覧いただけたらと思います。ということで、北川先生、ありがとうございました。ありがとうございます。